暇マソラ・アというネット右翼は、ここ数年女性差別や名誉毀損といったかなり悪質な発信というのを工場的に行っている極めて悪質な人物なわけなんですが、この人がここまで有名になる発端というのは、2年前に若年女性支援団体コラボの代表を務めている二藤夢ユさんが、このようなツイートをして、このツイートというのは観光庁が当時温泉娘という アニメとコラボをして、それで温泉娘のキャラクターみたいなのをホームページに載せたりとか、そういうことをしていたわけなんですが。 ま、このキャラっていうのが別にそのコラボすること自体は別に、ま、二藤さんも特に文句はないと思うんですが、そのキャラクターの内容っていうのがかなりその、なんか若い女性になんか性的な行為をさせているとか、ま、そういう中身だったので、ま、それに対して当然、いや、こんなキャラクターを、あの、観光庁がコラボ、あの、コラボっていうのは、あの、団体のコラボじゃなくてコラボレーションのコラボですけど,ど、として、そういう、あの、キャラクターを採用するっていうのは、ま、何事かみたいな批判をしたわけなんですが、 それに対してですね、まあ、逆上したのが、ひまそらあかね含めた、まあ、多くのネット意欲の面々で、それ,でまあ、それに対して別に反発するのはまあ別にその言論の自由の範囲内ですから好きな、あの好きにすればっていう感じではあるんですけど、まあ、あろうことか、これをきっかけにですね、ひまそらあかねっていうのは、情報開示請求ですとか、住民訴訟ですとか、まあ、この動画の本題である裁判で訴え,れる訴えられるきっかけのとなった。 え、まあ発信を含めたその名誉毀損ですとか、そういうかなり、その二刀さんの言論に対する反論にとどまらない極めて卑劣な攻撃っていうものに、ヒマそらは手を染めたわけなんですね。で、まあこの裁判、今回判決が出た裁判で問われたこのヒマそらの発信がどういうものだったのかっていうと、まあ、これ、2022年ですから、ヒマそらが二刀さんを攻撃するようになって、かなり初期のえ発信なんですが、これ9月のものだったと思うんですが、 まあどういうことを言ったかっていうと、2、ま、等、あ、さんはこのコラボの利用者に生活保護を受給させて、それでまあその生活保護の金を自分で2等さんがその女の子たちから徴収して、それでその女の子たちをタコ部屋に住ま,住まわせているっていうふうに言って、まあ、あの要するに2等さんが貧困ビジネスをやっている悪質な人物であるっていう、そういうような印象を与えるような、まあ、名,誉毀損名誉毀損を行ったっていうのがあるわけなんですね。 で、これ、ヒマそらがどういう、えーな、何を根拠にこんなことを言ったかっていうと、このコラボが毎年出している、その報告書っていうのがネットに公開されているわけなんですが、まあ、その写真をですね、その切り取って、いや、これはなんか生活保護の額と同じだから、これは生活保護をじ、えー、利用者に受給させて、それで徴収され、それ,でそれを2等さんが徴収させているに違いないとか、まあ、そういう、その、いや、写真を見ただけでよくそこまで妄想できるなっていう感じの、その根も葉もないデマを、 え、流したわけなんですが。で、それを受けて、まあ、二刀さんと、あとコラボっていうのは弁護、弁護団も結成して、その提訴したということが、まあ、まずこれが、あの、まあ、この事案の概要なんですが、で、この裁判で論点となったのが、まあ、どういうことなのかっていうことを具体的に見ていこうと思うんですが、まあ、まずこれ当然名誉毀損の裁判ですから、名誉毀損っていうことになると、その発信が事実的時っていうふうに、その根拠を持って、 孫悲が判断できる事実の適時適地な、適紙なのか、もしくは、あの論評、まあその意見表明ですとかそういう論評なのかっていうことがまず争われたわけなんですが、で、当然伊藤さん側、コラボ側っていうのは、この暇空の発信っていうのはあの、伊藤さんがそういうふうにあのコラボを利用している少女たちに、 あのタコ部屋に住まわせて、それで生活保護を受給させて徴収しているっていう、そういうのはその根拠を持って損費を判断できるものですから、まあ、事実的してやるっていうふうにでそれでまあそういう貧困ビジネスみたいな悪質なことに加担した、まあ、そういうふうにされた二藤さんの社会,社会的評価は当然下がったというふうに主張したわけなんですね。まあ、これは当然の主張だと思うわけなんですが、それに対してひまそらか側は、まあ、この まあさっきも言ったように、暇マソっていうのは、この YouTube とかで名誉毀損とかを行ってきたわけなんですが、そのなんかアニ、アニメのキャラクターみたいなのが対談するような形の動画を撮っているんですね。で、それで、その暇マっていうのは、そのキャラクターがこのコラボの、えー、あれこれを論評しているだけであって、別に暇マソ自身が言っていることではないみたいなことを言っているわけなんですよね。で、それもその事実的死ではなく、論評しているだけっていうふうに言っているわけなんですよね。 で、これ、いや、あの、論評じゃなくて事実的視であるっていうことはもう誰が見てもわかるでしょうっていう話ですし、さらにそのキャラクターが対談しているっていう体で発信していたとしても、そのキャラクターにその言葉を言わせてんのはお前自身なんだから、あの、そんな話が通用するかっていう話じゃないですか。ですから、まあ、本当あの、こんな主張をよく裁判所で真面目に、あの、しようと思ったなっていう感じではあるんですけど、で、でもしも二刀さんが、 あの生活保護をその利用者に受給させて、それであの金を徴収していたみたいなことをやっていたとしても、それは別に何ら非難されるべきことではないみたいなことを言っているわけなんですよね。いや、だったらお前なんでそれをわざわざその問題視するような発信をして騒いだのっていう話じゃないですか。ですから本当になんか絶対に通らないような主張をここまでするっていうのはまあ後でも触れますけど勝つ気がなかったんだろうなっていうふうには。 まあ思わざるを得ないですし、本気でこれで勝てると思っていたのがもう相当なあのバカとしか言いようがないんですけど、で、それでまあ当然この主張に、この事実的しか論評かっていうことに関しては、判決でも少女たちをそういうタコ部屋に住まわせて、金を徴収していたっていうのは事実的地であると。で、しかもそういうふうに貧困ビジネスなみたいなことに二藤さんが関わっていたっていうふうにされて、二藤さんの社会的評価を下がったというふうに認定されていた、認定されたわけなんですね。 で、あともう一つの、このヒマソが、なんか、あの、対談する体で、アニメのアイ,アイコンが対談する体でやってるから別に、ヒマソ自身が、あの、発信したっていう風に、あの、えー、認定されるのは不当みたいなことも言っていたわけなんですが、いや、そういう体でもお前自身が投稿したんでしょっていう、まあ、そういう当然の突っ込みを裁判所から受けているわけなんですね。あともう一つ論点となったのが、まあ、この名誉毀損での訴訟だと、当然その事実的しか、えー、論評かっていうことがあって、 で、それで、あの、事実的死で、あの、社会的評価が下がったっていうふうになれば、それは、あの、不法性のある名誉毀損っていうふうに、まあ、通常はされるんですが、ただ、公共性、公益性、真実性、もしくは、まあ、真実相当性、まあ、要は、真実じゃなくても真実だっていうふうに、その、発信した人が信じるえ、合理的な根拠があれば、その、真実相当性があるっていうふうに認められるわけなんですが、 まあそういうこの三つを備え合わせていれば、その不法、えー、違法性のある名誉毀損ではないっていうふうにまあ判断されるわけなんですね。まあ、それはそ政治家とかの,あの不倫とかそういうことを暴露した場合とかでも、そういう違法性し送客自由がなければ名誉毀損になっちゃいますから、まあ、言論の自由を守るために、あの、大切なことだよなっていうふうには思うんですけど、で、この点に関してコラボと二等さん側は、 ヒマそらが発信した内容っていうのは、まあ、確かに公共性のあることではあるけど、もともとヒマそらがあの温泉娘に関する二等さんの発信に対する支援を発端,発端として、えー、やっていることですから、公益では全くないと。で、それでいろいろ根拠を示して真実でも全くないし、あと具体的にそのちゃんと事実確認とかもしてないわけなんだから真実相当性もないと主張していて、 で、それに対して、ヒマソロ側は、公共性もあるで。公益性もあるっていうふうに言ってるんですけど、いや、お前、あの自分で温泉娘を批判されたことに対する支援が発端です。そういう、その、なんか、えー、制作主的なアニメキャラクターとかそういうのを批判するのをやめたら、別に、ニトさんに対しては何もする気はないみたいなことまで言ってるわけなんですから、いやまあ公、公益性あるわけないじゃんっていう話ではあるんですけど、で、それで、 まあなんか写真に写り込んでた額が生活保護の額と一致してるからもう本当真実なんだよとか、真実相当性も、真実じゃなくても、あの真実、仮に真実じゃなかったとしても真実相当性はあるんだよみたいなえことを主張しているわけなんですが、まあこの点に関してもですね、2等さんはそういう利用者をタコ部屋に住ませているなんていうことは全くないし、 金をそういう利用者から不当に徴収しているとかいうことも全くない、生活保護を受給させてもいないということで、まあ、真実性は全くない、ひまそらの完全な妄想デマであるということが、まあ、裁判所で認定されたわけなんですね。で、まあ他にもいろいろ論点はあるので、まあ、これ、あのリンクは概要欄に貼っておきますから、その判決文のですね、あのまあ、興味ある方は見ていただければというふうに思うわけなんですが。他の論点でも、まあ、あの賠償額と あと、謝罪文を掲載しろっていう、この、えー、コラボ側の主張以外は全面的にコラボ側の主張が認められていると。で、結局、その、えー、賠償金額としてはコラボに165万円、二藤さんに55万円、ひまそらが払えと。で、それで、あと、この名誉毀損の問題となった投稿を削除しろっていうことが裁判所から今回命じられたわけなんですね。でこれ あの、この問題に関しては、やはりこれネットでなんかバカが騒いでるっていうだけの問題ではないっていうのが、やはり極めて重要だよなっていうふうには思いまして、これ裁判、あの、この判決でも実際にその暇空の悪質な言論活動によって、実際のこのコラボの活動に対してかなり支障が出ているっていうことが、あの、判決でも書かれているんですよね。具体的に言うと、コラボは定期的にそのバスカフェっていう、 その、まあ、困窮している少女たちが安心できる居場所を提供するっていうことで、あの、そういう催しっていうのを定期的に、あの、やっているわけなんですが、ただ、この、えー、ひまそらによる悪質な言論活動が始まって以来、まあ、この、妨害者、まあ、具体的に言うと先日もなんか少し取り上げたような気がしますけど、コロアキっていう人とか、あの、そういう迷惑系 YouTuber とかが、その、二藤さんとかに対してなんか喧嘩を売って絡めに行くみたいなことがあって、で、さらにその殺害力とかも二藤さんに対しては、 あのかなり頻繁にひまそらがそういうえ発信を始めて以降はあのかなり受けるようになったと。で、ひまそ、あ、ら自身はですね、そういうなんかとつったやつとかとは関係ないのになんで俺が責任問われるんだよおかしいじゃないかみたいなことをこの判決の後にも言ってましたけど、あのまあ、以前からね、ひまそらは一応そういうあのとつった、えー、やつはもう絶対に許さないみたいなことを言ってたんで、そういうわけなんですけど、ただやはりその、 ヒマそらが二刀さんに対して行っていた発信っていうのが、その表現の自由に収まる批判なら、そりゃ、その関連付けられるのはおかしいっていうのはわかりますけど、ただそういうことでは全くなくて、そのデマとかを交えてそういう名誉毀損とか、全く表現の自由には収まらない言論活動をやっていたっていうことが今回判決でも認定されたわけじゃないですか。で、そういうのって、あの、実際にそういうふうに喧嘩を売りに行くみたいな、そういうあの具体的な 現実における加害行為ではないとしても、やはりそれもそういうネット上での,あの悪質な言論活動っていうのも一種の暴力であって、しかも、ひまそらっていうのはそれにとどまらず、なんか二刀さんをおばさん呼ばわりしたりっていう、そういうかなりそのミソジに全開で女性差別的なあの絡みっていうのをや,やりに行っていたわけなんですから。ですから、あのそんな関係ないなんて、そんな、あの、ええー、まあ、都合のいい、 えー、言い逃れは通用しないんだろうなっていうふうに、まあ、思いますし、それが裁判所にも認定されたっていうことだと思うんですけど、バカがなんかそういうふうに攻撃的なことをネットで言っているにとどまらず、そういう実害が出ているわけなんですから、もう絶対にあの許されるべきことではないっていうことは、改めて強調しておきたいというふうに思うんですけど、それで、まあ、あともう一つ、この判決に関して思うのが、その賠償金がちょっと、まあ、220万ですからね、あの安すぎるでしょっていう話だとは 話はあると思うんで、すよでこのひまそらは、この裁判を含めて、その裁判に関する費用っていうことで、いろんなとこからカンパを集めているわけなんですが、それで1億円以上、それでカンパとして金を集めているわけなんですよね。で、そこからやはり220万が引かれたところで、別にひまそらにとっては何も痛くもかゆくもないんだろうなっていうふうには思いますし、あのそういう意味ではもっと高額の、えーまあ、賠償金を、 命じるのが妥当だったんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思うわけなんですけど、あの、このカンパの、そういうその裁判に関して、そのネット上とかでカンパを集めて、それを理由として、その賠償金が、あの、 まあ上がったっていうか、それ、それも勘案した賠償金が命じられたっていうのは、ここ最近の判決で実はあって、この方もその二藤さんと同様に、かなりそのなんかネット上でネット右翼とかミソジニスとかから極めて悪質な攻撃を、あの、頻繁に受けている方なんですけど、まあ北村蔡さんっていう、まあ英文学の教授の方だったと思うんですけど、まあこの方もその元輪っていうインターネットの、あの、ユーザーからその名誉毀損とかいろいろされたっていうことで裁判を起こしたんですけど、まあこの裁判でですね、その、まあカンパを いろいろ、それだけあのこの裁判に関しても、ンパでいろいろ金上がってんだから、まあ、それも含めて、今回の賠償金が妥当だよねっていう判決が出てますので、そういうことも含めてですね、あのこれ、コラボ側も控訴するみたいなので、交、ま、際、あ、でもあの争われるっていうことで、やはり交際ではそうしたあの、この判決では不十分な点も、えー、補充されたような判決が出ることを願うばかりなんですけど、 まあ、このもん、このひまの問題っていうのは、やはりそのひまが暴走して、それで、なんかい一般、あの、インターネット上のなんかバカなネット抑が支えたとか、それ、まそれは当然あるんですけど、それに加えてですね、 なんか結構その立場のあるあの人がなんか暇空にお墨付きを与えるようなことを言い続けたっていうのもやはり問題だと思うんですよ。それがやはり暇空の自尊心をなんか高めて、それで未だになんか悪質な言論活動を続けているっていうことを、あのそれを支えている、あの原動力として働いているっていう面は大いにあるでしょうから。で具体的に名前を挙げると、ま、例えば国会議員だと、ま、NHK とあの今政党の名前変えたのか知りませんけど、ま、浜田聡とか、 あと自民党の杉田美代とか、まあそういう国会議員とかもいますし、あとまあ複数のそのえ弁護士とか、あとまあ YouTuber だと和也とか、あと常年司とかもそうですけど、あの人たちもなんか、あの、自分はなんかネトウヨの中ではまともな人間であるみたいな。 あの顔してますけど、なんか陰謀論とか、百田とかを批判してね、いや、ひまそらみたいな、そういう極めて悪質な名誉毀損を繰り返している人間に、あの一度はなびいたことをですね、まあ、最近はこいつらもひあの、なんかいやい、いろいろひまそらって、なんか、保守系の人にも喧嘩売るような人なんで、距離を置いているみたいではありますけど、まあ、そもそもですね、そういうコラボに対する、そういう名誉毀損を始めた最初になびくって時点で、その時点でいろいろとおかしいですから、もう大いに反省していただきたいと思いますし。 あと、まあ、立憲民主党のクリスタ・ゼンっていうこの人、あの以前参議院選挙に比例区かなんかで出てた人なんですけど、この人もなんかあのコラボに関するデマを AV 新法関連でなんか、2頭さんは AV 新法に反対してたのに、2頭さんが AV 新法を推進して、それでなんか利権を貪さぼろうとしているみたいなそういう趣旨の発信をしたっていうことで、 で、それ、そういう発信も含めて、その、なんかコラボに対する、なんか不当な叩きがあるっていう状況の中で、それでひまそらが、その温泉娘の、えー、避難、温泉娘のあの発信に、えー、二刀さんの発信に逆ギレして、その、この攻撃を始めたっていうことがあるわけなんですから、あろうことに立憲のね、人間が、そこに加担しちゃダメでしょうっていうふうに思いますから、まあそういう、その著名人には、あの、特にですね、大いに反省していただきたいなっていうふうに、この判決を受けて改めて、 思うわけなんですけど、しかも、ああいう連中ってなんかネット上の批判に留まっているっていうふうに勘違いしているのかもわかりませんけど、実際にそういう実害が、あの、若年女性支援団体に対して出ているっていうことをね、直視するべきだっていうふうに思いますよね。でこの裁判でも、ひまそらって、その、まあ、さっきも言いましたけど、ちゃんと6人、その尋問とかにすら、あの、全く出なかったわけなんですよね。 で、それで、なんかこれ、判決を受けて、その判決文をくに確認する前に、なんか、あの、いや、不当な判決だし、控訴しますみたいなことを、X 上で言っていたわけなんですけど、これも明らかに、この、なんか言い分の、あの、死に滅裂さ、口頭無形さっていうのを見ても、明らかに、その、なんか嫌がらせ目的で、コラボに、あの、労力をかけさせるために、 そういうふうに構想とかもしてんじゃねえのっていうふうに思わざるを得ないですし、まあ、それは、もともと動機が支援ですからね、それは明らかだとは思うんですけど、ですから、なんか、あの、これ、コラボがひまそらを提訴するっていうことを、あの、おととしの10月か11月ぐらいに、12月だったかな、まあ、に発表した記者会見の際に、 なんかあの、かんはじめ弁護士が、あの、コ,コラボの、えー、弁護人の一人としているわけなんですが、まあ、かんさんが、あの、これ、ひまそらがやってることは、リーガルハラスメントだみたいなことを言ったら、なんかそれが、なんかあたかも、カンバラさんがすごいなんか、しりめつなことを言っているかのごとく、ネット抑制を中心に拡散されたわけなんですけど、もうこれ明らかにそれはリーガルハラスメントそのものでしょっていうふうに、言論に対して言論で、えー、応じるとか、もう、そういうことではなく、その、あの、まあ、住民監査請求とか、 ま、情報開示請求とか、もしくは、ま、今回の裁判でもなんか、そういう死滅裂な主張をぶつけて控訴するとか、そういうその法的なえ、え、市民のその権利を守るためにね、本来はあるべき、そういう制度っていうのを悪用して、まあ、今社会的によ、最も抑圧されているとも言っても過言ではないような、そう、まあ、コラボに、あの、相談に行くような、その少女たちにですね、そ,その、しわ寄せが行くような極めて悪質な行為に、 手を染めるなんて、ほんとハラスメントそのものだし、何が、あの、かんさんは当時何も悪いこと言ってないっていうか、まあ、正当なことしか言ってないよなっていうふうに思うわけなんですけど、で、それで、なんか最近はですね、なんかヒマもコラボに関してはあんまり触れてなくって、なんか一般の、まあ名前上げるのは、あの、控えますけど、一般のその大学生の方に対して、この人は、あの、ヒマがな、なんか、あの、軍事に関してすっごいなんか知り滅裂な、知識が全くないようなことを、えー、書いていて、その、 え、ま、記事を酷評するようなことを X 上で言ったら、それをきっかけにして、ひまそらからもう延々と粘着されて、それでその方は、あの、自死未遂もされているっていうことで、ついでに今はあのネット上の発信も結構控えているみたいですけど、 で、そういう、あの、人に対する粘着とか、あと他にも石丸真二に対するね、粘着とか、まあ、あの人も批判するのは別にいいんですけど、批判の範疇を超えたなんか石丸真二の事務所の人間がなんか中国人とか、そういう、全く根拠もないような妄想を、あの、ぶつけたりして、ヘイトまみれのね、そういうことをやったりしているっていうことで、もう極めて悪質な名誉毀損を現在進行形でやってんのがそ暇空金であるっていうことは、言っておきたいというふうに思いますし、 あとさらにこのコラボの話に戻りますけど、このタコ部屋の、あの、え、県でも、刑事告訴を、あの、コラボっていうのは、ひまそらに対してしていて、それで書類送検は少し前に、あの、されたっていうのを、これ、確か私も動画で言って、あの、動画で取り上げましたけど、そういうこともありますし、他の、あの、名誉毀損を受けた団体とか個人とか、いくつか、その、刑事的に、あの、ひまそらに対して対応を教えるっていう団体があるというふうに、あの、聞いていますから、 ですから、やはりこの判決っていうのは、やはり民事の判決ではありますけど、やはりそうした刑事の、検察の人とかも、こういう判決とかも、えー、まあ考慮してその、えー、起訴するか否かとかを判断するでしょうから、そういうその実害っていうのは現在進行形であるっていうことは、あの絶対に否定できないことだと思いますから、まあ、そうした検察も含めて、ひまそらのこうした悪質な行為を止めるべく、あのえー、まあ迅速かつ的確な対応をしていただきたいなっていうふうには思っていますね。